緑の鈴は、気温属の植物。鶴状の茎につく葉がほぼ休憩をしている。観賞用に栽培される。グリーンネックレスとも呼ばれる。花常緑性の鶴性草本。茎は、紐のように細くて柔らかく、計1ミリメートル前後で緑色をしている。補匐性、または垂れ下がって伸び、地面につくとそこから根を出す。葉は、計1センチメートルほどで、 多肉質の休憩をしている。緑色で細長い帯状の形に透明になった窓がある。なお乾燥が強いと、葉は小さくなって5ミリメートル程度になる。頭花は、計1センチメートル前後で絶妙花はなく、見かけは白いハケ状で、約はか、紫色。花柄は3から5センチメートル。秋から冬に開花。上向きに咲く。種商名は、 イギリスの植物学者ローリーにちなむ、アフリカのナミビアなど、南アフリカ原産。葉の形が独特であるが、同族にはこの他にも、エス・ヘレノスやエス・シトラフォーミスなど葉が、休憩に近くなるものはいくつか知られる。この族には乾燥への適応として多肉化した群が、いくつかあり、それぞれに茎や葉、あるいは根景が多肉化するなどの様々な特殊な形を示すが、 本種を含むこれらは、葉が多肉化する例の極端なものである。エスラディカンズも本種にとてもよく似ていて、葉が先の尖った棒状になる。葉が休憩になるのは乾燥への適応で貯水力を高めるためと考えられ、玉は体積あたりの表面積が最も小さい形であり、貯水と蒸散の抑制に役立つと考えられる。干渉用に栽培される。 釣り鉢にして人気があり、あまり強い光を当てない方が良い。不入りも知られる。本属には多肉植物になるものが多く知られるが、本種はその中で最も多く栽培され、茎が柔らかいので、釣り鉢にすると茎がしっかりと垂れ下がって見事である。以下、種として、園芸植物大辞典、P1293 湯浅、P179 園芸植物大辞典、 P1291 から1292湯浅、P179 湯浅、P179 園芸植物大辞典、P1293 湯浅、P179。ありがとうございます。